K チャンネルさん、スーパーチャットありがとうございます。龍馬さんお疲れ様です。監督と戦術のコミュニケーションはよく取られますか？立ち位置とか。立ち位置とか、ボールのその扱い方とかはすぐ教えてくれるし、ある程度聞くようにはしてる。その、あ、こう、あ、もっと中行っていいんだとか、言われるんだよね。その、10対10の練習とかしてると、ワイド開いてると、もう逆サイドにボールあるんだから中入っていけよ、とか言われるし、あ、じゃあ中入ってプレイしていいんだとかっていう、そういう指示はね、してくれたりするし、あんまり俺自身、その、アルベル監督は、すごいいい、その人間的にすごいいい人だから、選手間で何かあったら、もう俺にも提案してみたいな。俺の練習メニューで何か不満とか、そういう何かあるんだったら、言ってって言われるんだけど、俺あんまりそういうの言うの苦手なんだけど、まあそのプレスの行き方とかはある程度ディスカッションすることはあるかな。あるね。そう。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。っていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん、今日も見ていただいてありがとうございます。また、お疲れ様でした。バイバイ。疲れでーす。